大前寺駅は、福岡県久留米市大前寺町宮本にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅。駅番号は T、T32、全列車停車駅である。大川鉄道時代は、安武駅との間にインズカ駅があった。島式ホーム2面4線と留置線1線とを持つ、地上駅。90年代半ばまでは2面3線ホームであり、上り線側が島式となっていた。 公務間は西鉄福岡よりにある構内踏切で結ばれており、駅舎は東口と西口の2カ所にある。試験場前駅と当駅間は単線であり、当駅から河町駅までは複線となる。かつては当駅から隣の水間までの一駅間しか複線化されておらず、以前からよく普通と特急の行き違いが行われた。複線化の目的は普通電車のロスタイム解消よりも、 1983年3月改正でスピードアップされるまで福岡大牟田間特急の当駅での利用を解消するためだったと思われる。西鉄天神大牟田線の特急停車駅では唯一 LED 式の発車案内板並びに自動放送がない。また特急急行停車駅では唯一構内を踏切を有する。校内2.3番線と東口駅舎。 奥は、西鉄福岡駅方面大前寺駅構内。奥は、西鉄福岡駅方面2019年度の1日平均乗降人員は3357人である。特急停車駅としては、最小の数値だが、当駅で、環球接続を行っているため、福岡方面の特急と柳川方面の普通電車の間での乗り換え需要が多い。各年度の一日平均乗車及び、 上降人員は、下表の通り。東口にロータリー、西口にタクシーの待機場とバス停があり、駅の南側は田園地帯となっている。また、北側に笠橋、その下を筑後川の支流である広川が流れており、付近で高だら木川と合流している。西口に大前寺停留所があり、西鉄バスクルメによる路線バスがある。ありがとうございます。